ちょっと新作さん来ませんか。瀬戸春奈さん、ピースもですな。千葉さんにデコピンしなければならない。おコーラをバットでタコ殴り、どちらを選べますか。後者です。え、なぜ。え、じゃあお前は女性にデコピンしろってこと。いや、でもタコ殴りっても死ぬ可能性もあるけどね。いや、俺はそこまではしない、お前を。いや、お前タコ殴りっては知ってるかい、言葉の定義を。いや、でも、じゃあ言って、教えて。いや、もう本当にボコボコ、もう重傷までぶん殴り続けるってことだけどね。うん、答えなくていいんじゃないですか、その質問は。いや、でもかなり悲しい。じゃあ女性、いや、八幡さん、いや、女性にデコピン、女性にデコピンする可能性を含ませる。いや、友人にそのタコ殴りってのはかなり失礼な発言だけどね。オッケー。悲しい、人間性を感じさせる。殴りが死ぬってあんまイメージないけど。新田さん、五輪まであと2週間。